テイストオブジャズ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。山本香織です。さて今日はジャズピアニストの三木成義さんにお越しいただきました。どうも初めまして。初めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの三木さん、昨年10年ぶりのご自身名義のアルバム、はい、チャレンジャー、はい、リリースされまして、はい、はい、今日はそちらからご紹介してまいりたいと思います、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうタイトルがね、チャレンジャーってなんかすごく、はい、いろいろ思いが込められてるのかなと思うんですけど、はい、込めました。はい、はい、どういう、そうですね、はい、まあ平たく言えばですね、はい、10年間在籍していました、うん、マルタさんというサックス奏者のバンドを辞めまして、自分でまあ独立と、改めて独立して自分のバンドで活動していこうという決意が、まあ一つのまあチャレン、自分の中でのチャレンジ、はい、あとは左手によってます、ジストニアっていう脳の病気なんですけれども、ちょっとご病気抱えてらっしゃるんですよね。はい、そうなんですよね。それを受け入れつつもピアノを続けていこうという、まあ、覚悟ですか、それの思いも込めたチャレンジ、まあいろんな、はい、ね、いろんなチャレンジの意味を込めました。はい、はい、早速今お聴きいただいている曲なんですけれども、こちらが、はい、タイトルチューンのチャレンジャーという曲です。
ずはアルバムのタイトルチューンで1曲目に収められています、はい、チャレンジャー、はい、お聞きいただきました、はい、はい、本当にね、いろんな思いが込められているということなんですけれども、今日のゲストはジャズピアニストの三木成義さん、初めてご出演いただきますので、はい、まずはですね、ちょっとプロフィールをお聞きしていきたいなと思いまして、はい、はい、あの埼玉のご出身なんですよね。そうです、埼玉県の上福岡というところ、はい、今はあの九州合併して富士見野市という名前に、うん、なってるみたいです、はい、で、はい、面白いなと思ったのが、はい、美術大学ご出身なんですって。そうなんです、あの、うん、武蔵野美術大学というところの建築学科を卒業しまし、はい、一応卒業、5年かけて卒業しました、はい、でその時にジャズを、はい、美術よりもジャズの方にこう、そうなんですよね、あの最初はもちろんあの建築家を目指して高校時代、うんうん、あの勉強っていうか、その、まあ、あの建築家もいわゆる工学系の建築家もあるんですけれども、はい、美術系の建築っていうのがあって、まあ、最高峰は東京芸大の建築家、はい、もう精鋭が全国から受験して10名しか受からないという超狭き門で、はい、その芸大の建築に憧れて、それで、まあ、デッサンの勉強とかもして、はい、それで受験に臨んだんですが、うん、もうあえなく一次試験で落ち、はい、ただその同時に受けたムサビと玉美の建築に、はい、まあ、受かったんですよね、はい、受かったんですけれども、うん、そのやっぱり芸大に落ちたなんか、まあ、ショックじゃないんですけれども、うん、なんかどこかちょっと煮え切らない感じでムサビ、今思えばなんかなんて偉そうなって思うんですけど、うん、そのムサビの、まあ、建築家に入学して、うん、でもなんか煮え切らない日々を送っていて、ある日友達に誘われて、そのサークル、はい、音楽のね、なんかサークルをやろうよって誘われて見学に行ったんですよ、はい、でまあロック系のサークルとか、うん、ラテン音楽のサークルとかいろいろあった中で、うん、ジャズ研っていうのがあって、はい、ジャズ研の部室ってのがまたすごい広くて立派なスタジオを持ってて、うん、ピアノが3台ぐらい置いてあって、なんだここはと。そしてそこで入って先輩になんか話を聞いてたら、毎週木曜日にジャムセッションっていうのがあるから、ちょっと見学においでと。それで木曜日の、まあ、放課後に行きました。そしたら、ざわざわとその部員の方が集まってきて、あの、ジャムセッションが始まるんですよ。もう何の打ち合わせもなしに、いろんな曲をいきなりみんなで始めるんですよ、なんだか。でそれがなんかわけが分かんなかったんですけど、なんかかっこいいとか思ってしまって、あ、それに衝撃を受けて、うん、それで最後の方になると、うん、そのなんていうんですかね、 OB の方とか、はい、まあ院生の方とかもうなんか作業着のまま入ってきて、それで演奏したり、それがめちゃめちゃかっこよくて、はい、もうそれがはっきりってものすごい自分の中で衝撃でした。こんな音楽があるのかと。でそこでジャズが始まって、はいはい、でもそこからなかなかプロへっていうのは難しいと思うんですけれども、結構でもなんか有名なジャズ圏。そうですね。うん、あの、いや、歴史はまあそれなりに長いんですけれども、うん、そんなにプロをいっぱい輩出してたっていうほどでもないんです。うん、昔はアンリ・スガノさんというボーカルの方が多分ムサビの卒業されてたぐらいで、ジャズ系に在籍されてたかもちょっとわかんないんですけれども。じゃあなんでプロに？そうなんですよね。うん、その、いや、単純に、その、音楽の方が面白くなってしまって、はい、うんうん、授業をほとんど行かずに、まあ、朝登校したらそのまま部室に直行し、はい、そしてピアノを練習し、みたいな、はい。そしてそんな仲間が、あの、他にもいたもんですから一緒に切磋琢磨してるうちに、はい、まあ、なんか、なんとなく上達していって、はい、それから、そうですね、まだ、あの、大学生のうちに、その、外のお店のジャムセッションとかに修行に行くようになったり、はいはい、自分で、バンド作ってライブをやったりとかするようにっていうことですね。はい、まあだから、はい、まあプロと、自称プロですね。まあ一応、はい。いやそんな感じで。そういうふうに活動自然に始まっていったということで、はい、そうですね。あの1年留年した5年目に、はい、
言ってみれば就職活動的なことですよね。はい、ジャムセッションに通って名刺を配りまくって、はい、いろんな人と知り合いになって、それで、そこから、まあ、つながって、いろんな人がバンドに誘ってくれたりするようになってって感じですかね。はい。はい、ね、どんな方々とこれまでやってこられたんですか？そうですね。一番最初の頃にお世話になったのは小林洋一さんというドラムの方です。はい。で、その方が、プロデュースしていただいた、うん、その方にプロデュースしていただいた、新人ミュージシャンを、はい、20人だったかな、まあ、世に紹介するアルバムつって、うん、はい、キングレコードから、はい、リリースされました、ジャズ新選組という、はい、うん、それに参加させていただきまして、うんうん、はい。そうですね。そこで、共演と言いますかですね。はい、一緒に、ね、有名な方々と、はい、レコーディングした仲間とかと一緒に演奏しておりましたね。はい、あとは、同じドラマーですけど、大阪雅彦さんとかのバンドで鍛えられたりとかもしました。はい、今回のアルバムのメンバーでもありますよね。はいはい、そうです。はい。そうですよね。で、先ほどお話ありました、丸田さんと10年やってこられた。はい。はい。これどういうきっかけで？それもちょっと誰の紹介だったか忘れたんですけど、うん、最初はトラエキストラという形でピアノで参加させてもらってたら、うん、丸田さんにまあ気に入っていただいて、うん、それでお前俺のバンドやれと、うん、それでそこからレギュラーにしていただいて10年在籍しました。はい、この10年間もね、結構先ほどもありましたけれども、いろんなことがあった10年間だったということなんですが、またちょっとそれは後ほどお聞きすることにいたしまして、ここで聞こえてきました曲がですね、皆さんご存知のとても有名な曲なんですけれども、はい、今聞いててまだわからない、まだわからないと思います。イントロではわからないと思いますけど、はい、ご紹介いただけますか？はい、ショパンの、有名なナンバーから、英雄ポロネーズのジャズバージョン、ジャズ、私のジャズアレンジしたバージョンをお聴きください。
英雄ポロネーズ、もうお分かりになったと思うんですけれども、はい、非常に軽やかな英雄ですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、こうやってクラシックのアレンジもやったりされるんですね。いや、そんなにあの、うん、ライフワーク的にやってるわけじゃないんですけれども、さっきお話しした丸田さんのバンドの中で、ショパン生誕200年かな、うん、の「丸田でショパン」というアルバムを出したんですけれども、うん、その中で、メンバー1人1曲丸田の、ショパンの曲をアレンジしろという指令が下されまして、はいはい、で曲はもう決まってたんです。別れの曲と「ノクターン」と「子犬のワルツ」と、はい、あと「ワルツナンバーなんとかと、あと英雄ポロネーズって5曲メモ書きしたって早いもん勝ちであのメンバー5人いたんですけど、早いもん勝ちでアレンジを担当していくと、はい、で最後に残ってたのが英雄ポロネーズだったんですよ。でしょうがないからってあれですけど一番アレンジしづらそうなやつが残ってて、でそれをまあ、あの、いや、やってやろうと思って頑張ってアレンジしたんです。うん、はい。で、めでたくその丸田さんの CD の2曲目に、はい、あの入れてもらったんですけれども、それで何回も演奏して、ただそのアレンジがだんだんちょっと自分でちょっと気に食わなくなってきたところがありまして、自分でアレンジし直して、ある日丸田さんに持ってったんですよ。そしたら、はい、ボツって言われまして、それが悔しくて今回のアルバムに入れました。それが、今お聞きいただいた英雄ポロネーズです、はい、うん、とても、ね、素敵ですよね、はい、ありがとうございます、はい、今回のアルバムのメンバー結構大勢ですよね、はい、ちょっとご紹介いただけますか。はい、はい、ですね、まずはトランペットの岡崎義郎さん、はい、そしてテナーサックスは三木俊夫さん、うん、あとテナーサックスとフルートで浜崎渡るくん、うん、そしてギター、寺谷直くん。ベースは上村慎さん。そして、ドラマは二人いまして、大阪正彦さんと、藤井学さん。はい、そして、ゲストで、トロンボーンの駒野逸美さん。はい、そして、スペシャルゲストで、ギターの布川俊樹さん。はい、総勢、僕入れて10人で構成されております。はい、だから、あの、アルバムの中に、10人トイロって。はい、そうなんですよ。10人トイロという、はい、言葉を、うん、で、円を描いてデザインする。はい、ちょっと口で説明しても分かりづらいかと思うので、ぜひ CD を購入して、ね、見ていただけると嬉しいです。勝手になんか開かないと見えなくなってくる。そうなんですよ。はい。そうなんですね。ちなみに、あの、ジャケットも、はい、一応美術大学出身ということで自分で手書きしました。これご自身で描かれた、はい、イラストなんですか？はい、そうです。一応楽器をモチーフにしたマンダラなんですけど、本当だ。はい、あのオリジナル中心なので、はい、今回は、まあ、あの今英雄ポロネーズってあのショパンのね、はい、アレンジを出ましたけれども、はい、基本、6曲かな。そうですね、6曲私のオリジナルです、ね、で、はい、あとは、まあ、カバーとか、そうですね、今のショパンの曲と、あとはアースウィンドエンドファイアーの、セプテンバーという有名な、あのナンバーをジャズアレンジしたもの、あとはグレン・ミラーの有名なムーンライト・セレナーデ、そして、セロニアス・モンクというジャズの巨匠のナンバーからエビデンスをアレンジしたものですね。ですね、はい、今日はお聞かせしないので、それは、はい、アルバムを買ってお聴きください。よろしくお願いします、はい、さあ、これもミキさんのオリジナルです。はい、私のオリジナルからコーヒーサンバお聴きいただいております。
コーヒーサンバ、はい、ルンバではなくてサンバ、はい、シャレでございますこれもとても楽しい曲ですね。そうですね、なんかブラジリアンテイストの軽快な曲ができたので、はい、後付けでコーヒーサンバって名付けました、はい、あとはコーヒーが好きなので。ああそうなんですか、はい、フルートのとかねとても印象的で。そうですね、あのフルートはあのさっきの紹介した浜崎渉くんが、はい、吹いてくれております。はい、トロンボーンはゲストの駒野泉さんが吹いてくれています。はいはい、さて、まずはですねお聞きしておかなきゃいけないのがこのレコード発売記念の、はい、CD 発売記念のライブ、はい、まあ、ほとんど終わっちゃったのかなと思うんですけれども、リリースが ね、まあ、去年夏ですから、はい、秋か秋ですから、はい、まだ残ってるのあるんですよね。そうですね、はい、ちょうど明日ってことでよろしいんでしょうかね。2月10日。2月10日に、はい、吉祥寺はサムタイムという、有名な、ジャズライブハウスで、はい、行わせていただきます。それどういうメンバーになりますか？今回のアルバムの、うん、メンバーの中から、うん、岡崎義郎さんと、はい、浜崎渉くんの2冠に、上村慎さんベース、大阪雅彦さんドラム、そして私、三木成吉がピアノという5人で、はい、お送りするライブとなっております。さすがに10人全員って無理ですよね、このメンバー集めるっていうのはね。そうなんですよ ね。だからレコ発もメンバーをちょっとずつ変えながら、はい、ちょこちょことやっておりまして、うん、はい、この後もレコード発売記念っていうのは。そうなんですよね、悩んでおりまして、うん、まあ、計画中のものがあってちょっと発表はできないんですけれども、ちょっと地方にも進出しようかななんて思っております。はい。はい。どの辺を計画、そこぐらいまでは。なんとなく決まってますのか、はい、あと名古屋、あと三重、はい、京都、あとはですね、山形ですね。はい。はい、その辺の方はね、ぜひね、はい、ホームページをチェックして。そうですね、はい、ご覧いただければと思います。はい。さあ、今日最後にお届けするのが、これまたユニークなタイトルのついた曲なんですけれども。はい、私のオリジナルで、排水の陣という曲です。はい。これもまたすごくなんか、はい。排水の陣を弾いて？はい、まあ、要は後がないぞと。なんかそのさっきの話とかぶるんですけど、うん、丸田さんのバンドを辞めて、うんうん、それで自分も気づいたらもう45、うん、46か、はい、になってまして、いつまでも、まあ、人のバンドのサイド面としてこうぬくぬくしてる場合じゃなくて、自分が頭でこうバンドを引っ張っていかなきゃいけない立場なんだなみたいな、うん、それでそのもう後がない、うん、そう頑張っていこうみたいな、はい、その気合を込めてネーミングしました。はい、結構他にもね悪循環なんて曲もあったりしてこれはまた今日はね、はい、ご紹介できなかったんですけれども、はい、あそれはですね、うん、ジャズのよくある曲で循環進行の曲ってのがあるんですよ、はい、ブルース進行の曲とか循環進行の曲とか、はい、あとは枯葉のコード進行の曲とか、なんか、まあ、そういったものがありまして、で循環のコード進行の曲ができて、それでシャレでまた悪循環とつけました。はい、はい、結構本当にいろんな曲が入ってて面白いですね、はい、このアルバムね。 ありがとうございます。もうぜひ多くの方に聞いていただきたいと思っております。はい、はい、いやでも本当にこの10年間その、ね、病気発症して、はい、これ治るものではない、まあ、個人差があります、うん、治ったっていう方もいますし、はい、一生治らない人もいますし、うん、ただ僕はもうその一生付き合っていくつもりで、うん、ですね、その動かないというか曲がってしまう病気なんですよね。弾こうとするとものすごい握力でグーを握ってしまう病気なんですけど、だったらグーで弾けばいいじゃないっていう考えに至ったんですよ。小指と薬指がその病気なんですけれども、その2本をグーにして、はい、であとは
使える残った3本の指でコード弾いたりとか、はい、いろいろ工夫しながら弾いてます。うん、いや私こそぜひライブにもお邪魔して、実際に弾いてらっしゃるところもぜひいらしてください、はい、見せていただきたいなって、ぜひ、はい、思います。お越しください。はい、いや本当に、ね、あっという間に別れの時間になってしまいました、はいね、本日のゲスト、ジャズピアニストの三木成義さん、はいはい、チャレンジャーもう去年の、ね、10月発売になりましたので、ぜひ皆さんお聞きください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします、はい、テイストオブジャズ、お相手は山本香でした。それでは。